ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。こんにちは、アポロです。今日はですね、価値の分かる人だけが分かる話をしろということをですね、話していきたいと思います。まず価値というものですね、について考えてみたいと思うんですけど、何が価値があって何が価値がないのかっていうことをですね、考えた時に、お金っていう媒体は万人等しくですね、同じ価値を感じてます。例えば1万円札があった場合、 A さんが見ても B さんが見ても C さんが見ても1万円札は1万円の価値があるっていうところは共通しますよね。でもこのお金という媒体じゃないものはどうかというと、人によって価値の感じ方が違うんですよね。ある人にとってはすごく価値のあるもんだけど、ある人にとってはガラクタみたいなものに感じることもあるわけですよ。僕も結構ね、好きでこう YouTube とかで、まあ、レトロファミコンとかのね、動画とか見るんですけど、本当にマニアでコレクターの人はですね、ファミコンのカセットにね、30万とか50万とか1個ですよに払ってるわけですよ。でもファミコンのカセットなんて、まあその物の価値で言うならば、もう本当に100円とか200円とかね、そんなもんだと思うんですよ。でもある人にとってはめちゃくちゃ価値があるわけですね。また別の例で、もっと分かりやすい例で言うと、例えばピカソの絵画とかね、ゴッホの絵画とか、僕もあんまり美術詳しくないんであれですけど、まあすごい金額で売られてますよね。何億円とか何十億円とかで売られてるじゃないですか。でも絵に興味のない人からしたら、ね、そんなんね、1万円でも買いたくないよって思う人もいるわけですよ。だから価値の感じ方って人それぞれ違うんですよね。だからちょっと話がそれますけど、例えばあなたが何かね、商品を作ったり情報発信をしていたとして、誰かから否定的なコメントを言われたとしますよね。大したことないとかって言われたとしますよね。でもそれはその人が価値を感じなかっただけっていう話なんですよ。もしかしたらその人の価値の感じ方がずれてるのかもしれない。例えばさっきの例で言うならば、ピカソの絵を見て、なんだこのね、ひどい絵はと、こんな下手くそな絵、価値ないわって言ってる。でも実はその絵はね、何億円もするすごく高価な絵だったみたいな、単純に本人にその価値を理解するだけの、能力がなかったという場合もあるわけですね。例えばスーパーで、そのスーパーに売ってるか分かんないですけど、ワインとか買ってきますよね。もうほんと数千円とか、僕お酒飲まないんで分かんないですけど、数千円とかね、で買ってきたとしますよね。で、方やそのまあボージョレ・ヌーボーとかね、まあそういう有名なワインあるじゃないですか。よく分かんないですけど、何十万とかね、するようなワインがあるじゃないですか。で、それを全く、そのまあ、どっちがどっちと分からないようにして飲ませたとして、ね、そのスーパーで売ってる安い方のワイン、もうほんと数千円とかで買えるような安いワインを、美味しい美味しいって飲んでね、その高価な何十万もするワインの方を、なんだこのまずいワインはみたいな風に言う人もいるわけですよ。つまりその価値の感じ方って人それぞれ違うし、価値のあるものを見てもですね、その価値が理解できない人もいるわけですよね。だからそこをしっかりと考えておかないと、例えば自分がすごくですね、まあ、価値のある情報発信をしてるとしますよね。でも誰にも理解してもらえないとか、あるいは逆に否定的なことを言われる。なんだそのしょうもない、ね、内容はとかって言われるかもしれない。で、そこでブレてしまって、あ、自分には価値がないんだとかっていうふうに考えて行動をストップしてしまったりとか、あるいは方向性を変えるってこともありますよね。万人に受けるような内容に変えてしまうみたいな。そういうことをすると、せっかくね、価値のある情報発信をしていて、価値を理解できる人からするとものすごくですね、その価値の高さが分かるわけですけど、理解できない人に合わせてしまったがゆえにですね、逆に価値のないものに自分が走ってしまうってこともあるわけですよ。僕もまあ自分で言うのもなんですけど、まあ、このポッドキャストってかなり、まあ反応がいいんですね。視聴回数も YouTube よりも4倍から5倍ぐらい多いし、まあ、1エピソードあたりのね、視聴回数とか、もう間もなく、このポッドキャスト配信して1年まあ2ヶ月ぐらいかな経つんですけど、もう、3万回、アンカーの
アナリティクス見ると3万回なんですよね、そう再生回数が。だからポッドキャストの人はかなりいい方だと思うんですよ、その一般人が配信してるようなポッドキャストにしてもね。でなんでなんだろうっていうふうに考えた時に、ポッドキャストってすごくですね、まあリテラシーの高い人、意識の高い人、価値が分かる人が聞いてるからかなっていうふうに、まあ僕はこう仮説を立てたわけですよ。普通に考えて、ね、YouTube とかそういうものがある中であえてポッドキャストを聞くっていう人は、まあ、よっぽど変わり者なわけですね。で普通の人とは違うわけですよ。だからそこの音声っていうものに対してすごく価値を感じている人たちだし、意識が高い人たちが多いと思うんですね。単純にエンタメとか娯楽とかね、そういうものを楽しみたいんであれば絶対に YouTube を選ぶと思うんですよ。でそういう選択肢があるにもかかわらずあえてポッドキャストを選ぶっていうのは、やっぱり意識が高いから、リテラシーが高いからポッドキャストを選ぶわけです。でまあ僕の情報発信というのはどちらかというとマインドセット系の話が多いですよね。本質的な話とか、だから一般受けはしないんですよ。一般受けするんだったらもうちょっとね、こう小手先のテクニックとかそういうようなことを言った方が受けるわけです。でもマインドセットみたいな結果に直結しないような、まあちょっと漠然として分かりにくい抽象的な話をしても理解してもらえないわけですね。でもそれはその受け取り側が理解できない可能性もあるわけですよ。でもポッドキャストみたいな媒体だとやっぱり意識の高い人たち、人生のステージも高い人たちが多いんで、こういうまあマインドセットとか本質的な話をしてもそこにすごく価値を感じてくれる人が多いんだなと。だからこそ僕のポッドキャストはすごくたくさんの人が聞いてくれて反応がいいんだなっていうのはなんとなく分かってきたんですね。だからそこで変に僕がですね、こうもうちょっと万人受けしようと思ってね、丸々するだけでこんだけ稼げるテクニックみたいなね、表面的な話をしたら、おそらくそういう価値を感じてくれた人たちは離れていくと思います。でビジネスをする上でどういう人たちをターゲットにするのかってことなんですけど、やっぱりまあすごく、まあ、誤解のないようにね、誤解してほしいんですけど、まあ、お金を持ってる人をターゲットにする方がいいわけですよ。お金を持ってない人をターゲットにしてもビジネスにならないから、やっぱりその富裕層とかね、お金に余裕のある人をターゲットにした方がいいわけですね。で、どういう人がお金を持ってるかっていうと、やっぱりそういう本質的な価値の分かる人たちですよね。さっきのピカソのね、絵の例で言うならば、やっぱりお金持ちでその絵画に対して価値を理解しているような人を相手にすればね、1億2億で売れますけど、それの価値が理解できない人に売ろうとしたら、それこそ二足三文で売る可能性も出てくるわけじゃないですか。こんなね、下手くそな絵なんか買えるかっていう人にそれを売ろうと思ったら、本当数百円とかでね、しか買ってくれない可能性がある。もし本当にね、もうちょっと高い金額で売ろうと思っても、そもそも持ち合わせがないから買ってくれないとかっていうね、可能性もあるわけです。ってなると、やっぱり、そういう人生のステージが高い人とか、お金に余裕がある人、まあ、富裕層と呼ばれる人たちをターゲットにする方がいいわけですよね。で、彼らをどういうふうに、その自分のね、ターゲットにしていけばいいのかっていうと、やっぱり、そういう人たちが、価値を感じてくれるような話をしないといけないわけですよ。単純に例えば万人受けを狙ったりとか、ね、何かこう数アクセス数を集めたいとかだったらもっと簡単なんですよ、ね、楽して3ヶ月で100万稼ぐ方法を教えますって言っとけば、そういう人たちが集まってくるんですね。すごく言い方悪いですけど、情報弱者と呼ばれる人たちが集まってくるんですよ。じゃあそういう人たちを相手にビジネスをして、果たしてね、あなたは幸せですかって話ですよ。そういう人たちからお金をむしり取って、それでも稼げるかもしれないけども、基本的にあんまりお金を持ってない人たちが多いです、そういう人たちっていうのは。だからそもそもあんまり商品が売れない、高く売れなかったりとかってもあるし、やっぱりいろいろね、問題を抱えている人も多かったりとか、あるいはね、自分のまあ心の面でもね、やっぱそういう人たちからお金をむしり取るっていう風になってしまうと心が痛んでしまったりとかするわけです。だったらそうではなくて、本当に価値を理解してくれる人たちだけにですね、まあ、自分の話を伝えていく、一般大衆というかね、普通の人たちには理解してもらえなかったとしても、本当に一部のね、すごくこうステージの高い人たちだけに理解してもらえるような話をすれば、そういう人たちが自分の商品を買ってくれたりとかするわけです。そこで変にね、全然反応がないなみたいな風になって、方向性を変えてしまって、もっとね、万人受けするような情報を出してしまうと、まあその間違えてしまうわけですね。自分のその
ビジネスの路線というか、せっかくターゲットが価値を感じてくれてたのに、まあいわゆるね、そういう、まあ、情報弱者と呼ばれる人たちを相手にしてしまったりとかっていう風になってしまったりするわけですよ。だからそこはしっかりと、そもそも価値って何なのかっていうところと、価値っていうのは人によって理解できる場合、理解できない場合、正しく理解できる場合と正しく理解できない場合があるというところを理解しておけばですね、まああんまり反応が出なくてもそんなに気にならないかなというふうに思います。変にそのね、例えばさっき言ったみたいな、楽して3ヶ月で月収100万稼げますみたいなことを言ってしまうと、逆にそういうステージの高い人たちと離れていくんですね、そういうものが嫌いだから、そういうものとは関わり合いたくないから、逆にそういう人たちがどんどん離れていってしまうわけです。そうすると逆効果ですよね、ってなるならば、変にそっちに、ね、寄せるんじゃなくて、ちゃんと自分が価値を感じるもの、価値観ですね、自分が大切にしている価値観を伝えていくっていうことをしていくことがね、トータルで見るとそっちの方がうまくいくってことがあるので、まあもしね、あなたがすごく、まあ、本質的で価値の高い話をしているのに、なんか全然ね反応がないなとか理解してもらえないなっていうんであれば、まあ、ぜひ今回のね話を参考にしていただければと思います。